バイボー。アレルヤ、人生の目的は何なのか。あなたは今なぜ新宿を歩いてるんでしょうか。食べて飲んで寝て80年過ぎれば生きでは死にます。どんな人間も死にますが、死んだ後の世界があります。聖書は語ります。永遠の天国か永遠の地獄であります。イエス・キリストを知ってれば天国であります。皆さん、天国に行きたいと思いませんか。天国への切符はイエス・キリストだけが発見してくださいます。アメン。アレルヤ。ジーズス・クライスト・リビング・ガー。生ける神、聖書の神であります。日本にはいろんな嘘っぱちの八百万の神がいますが、本物の神は聖書の神、アメン。ジーズス・クライストであります。ジーズス・クライストです。セイビア、オブヤソウ、アレルヤ、ジーザスクライス、セイビア、オブヤソウ。あなたの魂は救えてますか。イエス・キリストだけが救うことができます。アレルヤ。カメラこっちに移動してくれますか。ちょっとすみません。アレルヤ。ジーザスクライス is the living God。聖書の神イエス・キリストだけが本物であります。あとは全部偽物であります。明治神宮でお生まれして1年間大吉なんでしょうか。ありえません。ただの気休めです。日本人は騙されています。明治神宮に3日間で300万人が参拝する。お生まれして1万円出せば1年間大吉なんでしょうか。ありません。ただの気休めです。おめきずで吉をもらって大吉をもらって1年間大吉の人生なんでしょうか。ただの気休めです。無駄なお声であります。アレルギー。今は受験シーズンですが、太宰府天満宮に行って今に東大合格するように書けば合格するんでしょうか。しません。合格するには勉強しなければ東大には合格しません。アレルギー。しかしあなたが聖書の神イエス・キリストに出会うならば、あなたの人生の目的が分かります。どの大学に行くべきなのか教えられます。アレルヤ。この中へ真理があります。 There is a truth in the Bible. There is only truth in the Bible. 聖書の中に答えがあります。あなたは今なぜ信じ壊れているのか、なぜ生きているのか、答えはここにあります。There is the answer in the Bible. アレルヤ。あなたの人生の目的はこの聖書を読めば分かります。あなたがなぜ生きているのか分かります。どんな人間も死にます。どんな金持ちも死にます。金持ちは人生を楽しむことができるかもしれない。いい女を抱けるかもしれない。しかし必ず死にます。アレルヤ。死んだ後どこ行くのか。Jesus Christ! If you trust Jesus, you are saved by the name of Jesus. Hallelujah! Yes, Christ だけがあなたを救うことができます。あなたの魂を救うことができるのは Only Jesus Christ であります。Hallelujah! それは聖書が書いています。私が語っているのではありません。聖書が真理を語っています。Hallelujah! Amen!